Suzuki。はい、前回までは、義和団事件から、東アジアの国際情勢のお話でした、はい、ということでだいぶ緊張してきましたね。うん、まあ改正の意思決定がもうなされたんですけどね、はい、前回でね、うん、意思決定がなされたんだけれども、うん、日本の指導層にとってはですね、うん、この戦争っていうのは本当にできれば避けたいっていう感覚なんですよね、はいはい、だからその山形有朋とかが戦争に積極的なんだけど、その積極性っていうのはいずれどうせ戦争しないといけないんだから、うん、どのタイミングで戦うかで今の方がいいみたいな感覚であって、うん、本当はもうマジで戦争したくないんですよ。でしょうね、はい、これなぜかというと国力の差っていうのをまあ認識してるからですね、うん、で例えば1年間の国家予算が日本では2億5000万円に対してですね、はい、ロシアは20億円以上あったりする。うわ8倍の開きですよねはい、はい、とかなんで8倍国家予算ある人たちと戦うんかみたいな話になるわけだよね。うん、で戦力もさ、その軍事力すげえって言ったじゃんロシアが、はい、で開戦当初の日本陸軍の師団数っていうのが22で、うん、まあ、人数でいうと25万人いたんだと、うん、ロシアは師団数が72で、うん、人数でいうと200万人いたんだって。そこもまあ10倍弱かな、うん、25万対200万とかだから、うん、まあ、勝ちようがないよね実際にぶつかったら。うん、あと海軍についても日本は戦艦と装甲巡洋艦を各6つずつ、まあ、6艦ずつようやく揃えることができたと、この開戦時にね、はいはい、でもロシア側っていうのは極東とヨーロッパを合わせて戦艦が12だから倍だよね、装甲巡洋艦が10あると、だからおよそ倍です、うん、こういう状況なので、その慎重開戦慎重派がいたのも当然だし、開戦賛成派の人たちもよっしゃ戦争したろみたいな感じではないってことですよね。マジでいつ死ぬかみたいな感覚の中で、まあ、決めてるってことですよね、うん、はいはいはい。で明治天皇がどういう反応をしていたかというとですね、やはり明治天皇としては戦争を避けたかったんですよね、はい、だから実際に開戦が決定された時の文面が、うん、帝国政府は日本のことですね、うんうん、自衛のため並びに帝国既得の権利を擁護するため必要と認める独自の行動を取るっていう、うん、めちゃくちゃふわっとしたわけ。うわめちゃくちゃふわっとしてない、ふわっとしてますね必要と認める独自の行動を取るっていう、うん、まあ何かやむなく独自の行動を取るしかないよねっていう、何かこう戦争するみたいな、なんかそういう感じじゃないんですね、うんうん、まあ、明治天皇の御前会議での決定文明なんで、明治天皇が反対されてたっていうのもでかいですよね、うんうん、その御前会議って話に出たんですけれども、うん、なんていうかほら明治天皇で同席するじゃないですか、うん、で少しここについて補足すると、明治時代の日本って、まあ、一応建前上は天皇が最終決定権を持つっていうことになってるんですよね、うんうんうん、天皇が国家の重要な事項について全て決裁するっていう風な形には一応なってるんですけれども、うん、でも実際閣議決定っていうのは習わしとして天皇は拒否できないんですよ、うん、別にルールは決まってないんですけど、ふわっとしてこうできないんですよね、うんうん、一般的なまあ習わしとして暗黙のルールとしてあるんですよね、はいはいはい、もし天皇がそのみんなが決めた閣議決定をひっくり返すと、なんか首相が辞めたり官僚が辞めたりとかですね、もうすごく政治的な混乱に至る可能性があるわけなんですよ。だから事実上その天皇はもう拒否権は基本的に発動できないっていう風な状況です、はいはいはい、うん、で御前会議にしても実際はどうもすでに調整が終わった状態で開かれるものなんで、なんていうかその内部調整とか意思決定がほぼ終わってる状態なんで、基本的に天皇に対する形式的な報告をやるに過ぎないっていう風な、うんうん、あの考察もあります、うん、ただじゃあ明治天皇は全く主体的な動きを何もしてないかっていうとそうでもないんですよね、うんうん、明治天皇はなんか内閣の意思を尊重しながらも意見対立を調停するような行動を彼は取ってるんですよ。なんかこうクッション材的な役割とか、なんか雰囲気作りとか、なんかお互いの顔を立てるみたいな、なんか動きもねちゃんと頑張ってやってるんですよね。なんかそういったこう明治天皇の役割として発揮されてるっていうことですね。はい、まあ、その当時の天皇陛下は戦争反対だったので、基本的にね、はいはい、個人としては、はい、さっき言ったように言えないんだけど反対だから、うん、戦争決定するときにね、その自らその手紙をニコライ2世に書いて、うん、その両国の政令、これはまあ生き霊って書いて政令って読むんですけど、おいおいを戦火より救わんとすと、まあ、粘ったりするんだけど、うん、その余裕はないというふうに説明されたりして、まあ、開戦に行ったりすると、うんうん、あとはその日の夕方に
まあ、だから仕方なく開戦しないといけなくなった夕方にですね、うん、明治天皇がその本音で漏らしたと言われていることがありまして、これはみんなの前じゃなくてその日常生活の場でボソッと独り言でおっしゃったらしいんですけど、今回の戦は朕が志にあらず、うん、しかれどもことここに至る、うん、これをいかんともすべからざるなり。なるほどね、はい、まあ、要は今回の戦争っていうのは自分の意思ではないんだけれども、うん、どうしようもなくここにこうなってしまったと、もうこれはどうしようもないよねって言ってるっていう、まあね、あの独り言ですからね、うん、気持ちがこうだったんでしょうね。だからみんなの前ではこんなことが言えないんだけど、うん、でしょうね、はい、うん、気持ちとしてはこうだったと。でさらに、うん、こと万一砂鉄を生ぜば、砂鉄っていうのは負けるってことですね、ほいほい、敗北したら、万一敗北をしたら陳何をもってか蘇州に謝し臣民に対するを縁、つまり、うん、祖先に何て言ってお詫びをして国民に対してどんな顔をしていればいいのかわからないじゃないかっていう話をしてるってことですね。なるほど。っていうことを言うという気持ちだったそうで、うん、一睡もできなかったそうです、まあね、食事もできなかった。まあそりゃそうだろうね。で、おそらくこの開戦のを決めたタイミングで明治天皇が読んだこうお歌っていうのがあるんですよね、はいはい、こう御声っていうんですけれども、正しくは、うん、その自分のお気持ち、まあ、大御心をまあ読んだ歌なんですよね、うん、なんか民草の上安かれと祈るように思わぬことの起こりけるかな、民の安寧を祈っているはずのこの世界で思わぬことが起きてしまったものだ、まあ、とか、あとは世もの海皆腹からと思うようになど波風の立ち騒ぐらん、うん、世界は全てが兄弟姉妹である平和な時代であると思っているのだが、どうして波風が立つような動乱の兆しが見えるのだろうかという、うん、俺も思うもん全く同じこと思った本当そう、ね、雅な言い方だよね、明治天皇と、ね、心が通じ合いましたね、通じ合ったっすね、はい、でも絶対そう思うやろうなって感じですね、うん、言うても完全自己責任になるわけじゃないですか、自己責任っていうか、うん、自分の判断っていうことになっちゃう、うん、そうですよね、それで国全部動かして、うん、言うたら殺し合いさせるってい う、うん、そう一人ですよ、どういう気持ちなんでしょうね、やばいでしょうね、うん、けどなんか僕はこの世界は全てが兄弟姉妹であるって、うん、これ朝鮮の人が聞いたらどう思っただろうなって思いますまあね、秦国と朝鮮が聞いたらどう思っただろうなとは思うんですけどね、僕天皇陛下好きですけどね、まあ、まあ僕も明治天皇好きですよ、まあ、あの歌手持ってますから、うん、大好きだけど、うんうん、まあいろんなね、いろんな見方できるなとやっぱ思いますね、そうそう、いろんな関係者がいろんなことを思うんだろうね、うんうん、で、例えばあと伊藤博文とかも、うん、まあ、その明治のなんていうかな、ものすごい偉い人として存在してるんだけど、この時は総理大臣ではないよね、これね、うん、総理大臣ではないんだけど、まあすごい重要なアクターとしているんですけれども、うん、まあ、例えば彼が戦争をどういうふうに思ってたかっていうと、もちろんもともとほらあの反対してましたよね、うんうん、反対してたので、まあ、見通しとしてはすごく悲観的だったみたいですね、うん、負けるんじゃねえかなって思ってるってことですよね、うん、で開戦の御前会議が終わるとですね、金子健太郎っていう人がいて、この人を呼んで、この閣僚なんだけど、うん、ハーバード大学出身で、まあ、留学してたってことですね、うんうんうん、あとはセオドア・ルーズベルトっていう大統領、はい、アメリカにいるんですけど、彼と面識もあると、うん、でアメリカを味方につけるために世論工作してくれと依頼をするわけです、この金子健太郎を呼び出して、うん、なるほど、ちょアメリカ出てきてないですね今までの話、アメリカにからもう帰ってきてんだけど、ね、もう一回アメリカ行って、はい、その英語も達者だし、ハーバード大学だったら同窓のいろんな人脈があるから、それを使ってアメリカにそのこの戦争の大義名分を日本にあるんだってことを伝えてくれよってことを言ってるってことですね、うん、はい、なんか登場人物としてアメリカってそういや出てきてなかったなと思って、そうですよ、ね、今回ね、はい、シリーズで、でその際に、うん、この金子健太郎にですね、伊藤博文が言ったことが、うん、陸軍でも海軍でも大蔵省でも日本が確実に勝つと見込んでいる者は一人もいない、けれどもこのまま放っておけばロシアは満州を占領して朝鮮を侵略し、ついには我が国を脅かす、ここまで来たら国をかけて戦うしかない、いよいよロシア軍が日本に迫った時は自分も鉄砲を担いでロシア軍を防ぎ、ロシア兵を一歩たりとも日本の土を踏ませないようにしようという決心をしているっていう話をする、こういう気持ちなんですね、うん、すごい気持ちですよね、でもちょっとなんかあの本部にいて指示してほしいな
鉄砲担がず、うん、そうだね、うん、あのそういうことじゃないからさ気持ちなんだよね、気持ちですね、まあ、気持ちですね、うん、気持ちの問題なんで、うん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 、まあそうね、気持ちで負けたらね、そうダメだもんね、そうだから こういう気持ちでいてくれるのはすごい頼もしいですよね、うんうん、その上の方の人がね、そうだね、はい、で金子健太郎はこのようにも言ってますね、うん、出発にあたってですね、このあとまあ出てくるんですけど、児玉源太郎とか山本権兵衛っていうこの日露戦争のその重要なこう参謀総長の人たちとかがいるんですよ、はいはい、この人たちにそれぞれあの戦争の見通しを尋ねたそうです、金子健太郎さんが、はい、これからアメリカ行ってルーズベルト大統領とかと話さないといけないからね、日本がどう思ってるのかって聞いたら、あの児玉源太郎さんはこのように言ったと、うん、私としてはどうしても勝利を得る見込みがないから、はい、もしロシア軍が1万を出兵するなら我が軍は3万の兵をこれに新しめ、まあ、要するに3倍の兵力を持って最初に敵軍の士気をくじき、うん、その心胆を寒から締めようと思う、なるほど、まあ、ビビらせてやろうと思うってことですね、はいはいはい、まあ今のところは五分五分だから私はこれを4部6部にしようと、今日まで30日間赤毛布にくるまって参謀本部内で起居して苦心している、まあ起きて寝起きして苦心しているっていう話、これは赤毛布ってなんか験担ぎってことかな、うん、かな、うん、そこで五度は昇砲、五度は敗砲の電報を受け取るつもりでいてくれ、50%50%ってことなの、まあ要は戦闘が10回あったら5回は勝つように頑張るけど5回は負けると思うって言ってるってことですね、また今せっかく苦心している通りにうまくいけば勝敗の方6と4の割合になろう、勝ち越しできると、うん、まあでもちょっとだよね、ちょっとね、うん、だからすっごい大変な戦争になると思うと、めちゃくちゃ頑張って五分五分なんだけど、それをもう凄まじく頑張って六四にしたいっていうことを言ってるってことですね。なるほどなるほど。参謀長とかがそう言ってる状態ですよね。うん、作戦作る人たちですよね。これね。児玉源太郎は陸軍の人ですね。はいはいはい、うん、山本権兵衛さんが海軍の人だよね。はい、でこの人に聞くと、まず日本軍海は半分沈没させる覚悟だ。うん、まあ、半分の軍艦がなくなる覚悟だ。それでも勝利を得ようと良策を案じている、それ以上君に話すことはできないって言われるんですよね。これでアメリカに行く金子健太郎の気持ち話してくれよ対策話してくれよなんて言えばいいんだよ頑張りますって言ってるってことですよね、うん、めちゃくちゃ頑張りますって言うしかないですよね、うんうん、だからまあ戦争で勝てそうに軍事的に勝てそうにないから、うん、外交の力がすごく大事だぞってことなんですよね、まあまあまあ、だから金子健太郎がアメリカで世論工作をするっていうのはめっちゃ大事になるっていうことなんですよね、はいはいはい、うん、なるほど、かわいそうな金子健太郎、まあ、みんなこんな感じなんです。でも日露戦争の時は本当にこんななんかもう崖っぷちに全員で立たされてますみたいな感覚ですよね、うん、で一方ロシア側はどんな感じで戦争のそのね瞬間突入していくかっていうとですね、はい、まあ、前にも一回言及しましたけど、うん、これウィッテの回顧録にね記されてるんだけれども、開戦派の内務大臣プレベが言った言葉なんですけど、慎重、はいはい、派に対して言った言葉ですね、うん、君はロシアの内情を知らないからそんなことを言うのだ、まあ、要は戦争反対って言うんだ、うん、今国民の意中に内在している革命気分を抑圧するにはちょっとでもいいから戦争に勝って為政者の意思を示す必要があると、うん、でこれを受けて、はい、まあ、ビッテがですね、まあ、後々に日露戦争が終わった後の回顧録っていうのを書いてるんですけど、うん、はいはい、その中でまあこのように記しています。実に驚くべき言葉である、これが当代一流の政治家の見識なのだと、うん、まあ、つまり批判してるってことですね、はいはいはい、そんな理由で開戦するなってウィッテは言ってるってことになります、うんうんうん、従って陛下や周囲の者の論議もこれに動かされて、日本など多少の努力は要するにしても結局はたやすく粉砕することができ、これに要した軍費を賠償させることができると考えていたのだろう、うん、ですね、なのでまあこんな感じだったんです ね、全然違うな温度感、うん、日本を大陸から追い落とし、満州での権益を確かなものにした後、農民には豊かな土地を与え、産業を起こして都会の失業者を送り込む、一人でも多くのロシア人を移住させることによって満州の領土化が実現するっていうふうに、まあロシアとしては思っており、うんうん、先制体制の指導者たちは、まあ、ロシアの閣僚たちは日露戦争の向こうにそんな明るい未来を描いていたんだっていうふうに、まあ、考えてはいるわけですね。まあでも、はい、こんだけ力というか、まあね、8倍の収入の差がありますからね、能力が違いすぎるな、うん、
それは戦ったら実際は負けるはずなんですよね。っていう状況下にあってですね、では開戦時に基本戦略としてそれぞれがどのように考えていたかっていうのを、まあ、ちょっと簡単に紹介していきたいと思います。はい、概略としてまずさらっと言ってしまうと、日本側としてはですね、国力と戦力に劣るわけですよね。うん、でロシアの中心は西のモスクワだから、うん、ロシアからするとめちゃくちゃ外れの方で戦争することになるわけです、うん、その満州あたりで戦争するってなるとね、うん、なのでほらもう軍隊が駐留してるって言ってたじゃん、うん、ね、義和団事件の後にロシアが兵隊を送った後に引いてないっていう話をしてるよね、うん、この兵隊の援軍が到着しない間に極東ロシア軍に大打撃を与えて外災を獲得する。つまりおこれは戦況がうまくいってるなってなって、他の列強諸国からの借金を獲得して、その戦況が有利な段階でイギリスやアメリカなどに講和の斡旋を依頼し、早期に戦争の終結を図ろうっていうのが日本側の戦略なんです。ああ、もう最初にバーンって出花くじいて外交交渉でなんとか抑え込むっていうのが日本の戦略。なるほど。だから金子健太郎はアメリカにも送るし、うん、まあ、日英同盟もあるしっていうことですよね。うん、で援軍が来たらさ、ほら200万とか言ってるから、うん、あれが本当だったら絶対勝てないよね。うん、絶対勝てないわけです、うん。だから援軍が来る前に早期決着させるっていうのが日本側の戦略になります。うんうんうん、ロシア側としてはですね、旅順とウラジオストック、あの一番東の方にある都市ですね、うんうん、を中心とするロシア太平洋艦隊っていう艦隊があるんです。軍艦群があるんです、うんうんうん、これを持ってですね、日本海の制海権をまず握ると、うん、そうするとさ、ほら日本軍がさ補給が全くできなくなるじゃん、はいはいはい、日本は海を渡って攻めるしかないから、うんうん、この海の制海権を抑えられてしまったらもう何もできないわけです、うん、兵隊もくれないし物資もくれないってなる、ね、うん、っていう状態を作ってですね、うん、シリベリアとヨーロッパから派遣される陸軍の大軍を持って、まあ、要はモスクワ側から送るやつとシベリア側から大軍を送って日本軍を壊滅させるという戦略だったと、はいはいはい、まあ当たり前だよねっていう戦略、まあ、まあそりゃそうだっていう戦略です。横綱相撲って感じですね、うん、がっぷり組んでグッて。しかしですね、うん、あの陸軍の指揮官であるクロパトキンがですね、うん、この満州に行くっていう前夜にですね、はい、ウィッテに述べた内容というのが残っていて、ここにはこのようなことが述べられています。はい、我々はこの戦争に何の準備もしてこなかった。したがって十分な準備をした敵と対抗するに足る兵力を結集するには今後数ヶ月を要する。あれあれ、私の計画としては兵力が補強されるまでは現有戦力で戦うが、それまではハルビンを目標に後退していきたい。旅順はしばらく独自の防衛に任せる。ヨーロッパ、ロシア、その他の地域から補強された軍隊はハルビンの近くで訓練する。そうして後退軍がその地点に達したところで大軍を編成して一気に日本軍を粉砕するつもりだっていうことを言ってるんですね。これ何を言ってるかっていうと、日本がこのタイミングで戦争を仕掛けてきて攻めてきたら一旦引きますと。なるほど。引いてハルビンっていうところら辺でだいぶ北の方だよね、うん、のとこで援軍の到着を待ちますと。なるほど。待ってから戦うつもりですっていう話をしてるわけです。なるほど。はい、うん、まあ、矛盾はしてないよね。さっき言った戦略は制海権を握って派遣された陸軍と大軍で倒すんだっていう話をしてるから、うん、まあ、矛盾はしてないんだけど、うん、ここで退却を匂わせてんだよね。うん、で実際あのロシア軍ってめちゃくちゃ退却するんですよこの後、うん、日露戦争で、うんうん、この時点でもうこういう思想があるからまあ、大役客をしていたんだってことが分かるわけですね、うんうんはい、これがあのものすごくざっくり言った戦略なんですけど、もう少し細かく戦略を見ていきます。この戦略を見ないと何してんのかずっと分かんねんで。なるほど、はい、見ていきますね、はい、日本陸軍の基本戦略っていうのがありまして、陸軍側ですね、うん、まずさっきの話なんだけど、先手を取って極東ロシア軍を南方の旅順方面と北方の宝天方面に完全分断する。はい、まあ、実際旅順に今兵士がいますと、うん、で旅順っていうのは南の方なんだよね、はいはい、でさらに北の方に宝天っていう地名があって、うん、この宝天っていうところにもまあ軍隊がいると、うん、まあ、ここをまず分断しますと、合流できないようにしていくと、うんうん、はいはいはい、そしてからそれらを括弧撃破します、うん、っていう陸軍の戦略を立ててます、うんうんうん、これを実現するためにはまず旅順大連より北に日本陸軍の主力部隊を上陸させる必要がある、うん、ロシア軍の南北の連絡というのを遮断する必要もある、うん、それと同時に朝鮮半島から鴨緑江、また出ましたね、うん、朝鮮半島と、まあ、中国の境にある川ですよね、うん、この境にある川を越えて
支援部隊を満州に侵攻させ、うん、満州とウラジオストク方面のロシア軍の東西の連携も断つ、はい、言ってること一緒で括弧個別撃破したいから、うん、それぞれの軍隊っていうのを孤立させるため、うん、南北と東西の分断をするってことですね、はいはい、ロシア軍の、うん、一つ一つをちっちゃくしていって、うん、それを一つずつ潰していくんだっていうことをするために、うん、朝鮮半島を抑えて上陸しないといけないんだっていう当たり前のことを言ってるわけですね。はい、わ、はい、かるわかる。で、そしてそれぞれが括弧撃破していった後にその合流をして北進していくんだと、うん、上に登っていくんだと、うん、そこにロシア軍の主力がねいるから、まあロシアだから北っていうのが、はい、そこにどんどん溜まっていくよね、ロシア軍が、うん、あの後退してもロシア軍は北に行くだろうし、はい、援軍が来るのもロシアの北から来るわけですよね、はい、なんでそのロシア軍の主力を両陽付近で、両陽っていうのは地名なんだけど、ちょっとあの興味ある方は地図見ながら、うん、あの聞いてください、うん、両陽付近でまず撃破するっていうことを目指していたと、うんうん、で、なるべく迅速に北上していって、ロシア軍の準備が整わないうちに大打撃を加える必要があると、うん、この両陽付近で、まあ、大打撃を与えて今いる軍隊っていうのを基本的に殲滅した後に、あとは増援されるたびに優勢な戦力でこれを打ち破っていくっていうことを考えていたっていうことですね、うん、なるほど、なるほど、はい、ここで何を言ってるかっていうと、うん、その日本陸軍の基本戦略としては土地を占領したいっていうわけではなくて、うんうんうん、戦力を滅殺するっていうところにあるわけです、ね、なるほど、はいはいはい、それもあの一気に集まられると自分たちよりも圧倒的に量が多いので、うん、彼らが集まる前にまず今集まってるやつを括弧個別に孤立させた状態で叩くんだと、うん、で叩いた後にその北上していって彼らが援軍を送ってきたらどっかに到着するわけじゃん。で援軍っていうのは一気に何百万も送れないじゃん、だから来るたびに叩くんだっていう話をしてるってことになりますよね、はい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 、もうなんか結構上等手段というか、うん、てかそれしかないよね、はい、分断させて極地戦で数で勝つっていうのを、うん、続けるっていうね、うん、はいはい、まあ、これらが実現するためにはですね、うん、まあ、3つの条件が揃う必要があるわけです、はい、1つが輸送路を確保していく必要があると、うん、これはすなわち黄色い海と書いて航海っていうんですけど、うんうん、航海の制海権を確保する必要があると、うんうん、航海っていうのは朝鮮半島と中国の間にある内海みたいな感じのやつですね、はいはい、うん、ここの制海権を確保しなければ、うん、陸地に対して物資や兵力を送れないので、うん、まあ、どうしようもならないよねっていう話をしてるわけですね、うん、はい。でこのあと海軍の基本戦略でもまたここが出てくるんだけど、それを実現するため、制海権確保を実現するためには初期の段階でロシアの旅順艦隊っていう旅順にいる艦隊と、うん、ウラジオストックにいるウラジオストック艦隊と、うん、あとインチョンにもちょっとだけ船があるんですよ、はいはいはい、インチョン空港があると、あのインチョンだよね、うん、このインチョン派遣隊っていうのを全て撃滅する必要があるんだっていうことを戦略として考えてるわけですね、はい、はいはい。で開戦直後に朝鮮半島を制圧する必要がある、うんうん、開戦直後に朝鮮半島を制圧しないと、うん、朝鮮半島よりさらに北にあるロシア軍がいるところに兵力を送れませんから、うんうん、朝鮮半島すぐにでも制圧して陸の拠点が欲しい、そういうことです、はい、あの陸路から満州南部に進んでいくっていうことが必要だよねっていうことを、うん、まあ、作戦で立ててるわけです。なるほど。ちなみにこれはすぐに実際に実現します。お、あの内政干渉で抑えてるからね、すでに朝鮮半島っつのは、うんうん、で3番目がリャオトン半島へ奇襲上陸を成功させ、うん、ロシア軍を南北に分断して急速にまあ北進するという必要が、まあ、同じこと言ってんだけどね、うん、これも急速に奇襲攻撃を成功させる必要があるっていうことですね、うんうんうん、まあ、だから察知されながら進んでると準備されてしまうので、うん、まあ、なるべく早く秘密裏に軍隊を集めて一気に攻めるみたいなことが必要だよっていう、まあ、これらの条件を満たしていって、うんうん、さっきの陸軍作戦というのを進めていくという必要があるんだっていうことになりますね、うんうん、はいはいはい。チップスとして戦術面でのね、陸軍の特徴っていうのはこの時あって、陸軍っていうのはドイツ軍を模範にしてるんですよね、うん、でドイツ軍っていうのはプロイセン の、 あのフリードリヒの時にもちょっと出てきたですけれども、うん、あのなるべく鉄砲とか大砲の弾を集中的に運用するっていう戦略を取るんですよ、はいはい、で機動戦って言ってね、まあ、なるべくこう動き回って相手の退路を遮断したり包囲したりするみたいな、はいはい、要は弱い軍隊がどうやって強い軍隊に勝つかっていう戦略をドイツ軍っていうのは持ってるんだよね、うん、それを、まあ、あの踏襲しています、はい、なので先制と集中という原則を持って即戦即決っていうのが基本的な陸軍の戦略なんですよね、うん、なるほど。ドイツ軍に習ってるからこういうことになるっていうのもそうだし、まあ、実際今回もまさにそうだよね。弱い軍隊が強い軍隊に勝つためにはすぐ行ってすぐ倒してっていう、で局地的には勝てるから、うん、戦力がもう劣ってるからね、
局地的にここの戦場では自分たちの方が兵力が多いみたいな、うんうん、そういうのを実現させ続けていくっていうのをすごいスピードでやっていくっていうことになりますよね、うんうん、でこれを実現するためには部隊間のコミュニケーションがめちゃくちゃ重要になってくるんだよね。ですよね、はい、なので当時としては画期的だったんですけど、野戦における有線電信電話の活用っていうのが最大限に行われるんですね、うんうん、まあ、要はこう電線引いてその電線で連絡を取り合いながら連携して戦うということをやっていきます。これは実際に日本軍がものすごく効果を上げる戦略戦術なんですね、うん、引いていく工事しながら、そういうことです。部隊が進んでいくのと同じスピードで電柱を立てて電信線を引くっていう、うん、へー、うん、中国とか朝鮮にすごっ、うんうん、道路工事しながら進む。そうですそうです、はい、これはすごくやっぱ効いたみたいだね。へー、うん、はい、ロシアはそうしなかったんで連携できないんですよ、うんうんうん、まあ、すごく重要だったんですよね。前の回で朝鮮で動乱が起きた時に朝鮮の農民たちが日本軍が引いた電線を破壊したから川上総六っていう人がもう虐殺するっていうふうに命じたじゃないですか、はいはいはい、まあ、逆に言えばそれだけ電信線とかそういうのだって非常に大事なインフラだったんですよ、作戦遂行上。そこすごく重要視してるんです日本軍としてはね、うん、なるほど、はい、では日本海軍の基本戦略はどのように考えられていたか、はい、まあ、これはあの先ほど陸軍が航海の制海権を取らないといけないと陸軍が思っているっていうものの延長線上で、海軍はまずその航海の制海権確保っていうのがものすごく重要になってくるわけですよね、うんうんうん、そこの朝鮮半島に兵站基地を築かせるために制海権を築く必要があるわけです、うん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 、でこれを掌握するためには、まあ、先ほども言いましたけど旅順艦隊とインチョン派遣隊とウラジオストック艦隊っていう3つの艦隊があるので、はい、日本の近くにね、はい、これを全て撃滅する必要があるわけ、うん、でロシア太平洋艦隊って呼ぶわけ、これを3つ合わせてね、うんうん、はいはい、この3つ合わせてロシア太平洋艦隊って言うんだけど、このロシア太平洋艦隊っていうのを撃滅するか全く出てこれなくするかのどちらかをしないといけないっていうことですね、うんうん、特に旅順港を基地とするその旅順艦隊っていうのが主力なんですね、一番大きい艦隊なんです、うんうんうん、これを早期に撃滅するっていうことがすごく大事だった。なるほど。これを早期に撃滅できなければその分ずっと補給が脅かされる状態が続くわけじゃないですか。 そうですね、それってずっと陸軍に悪影響を与え続けますよね、うん、でもただでさえ陸軍っていうのは兵力が少なくて、うん、ロシアに勝つ見込みが、あの超頑張ってもゴブゴブって言ってんのに、はい、そこに補給もできないみたいになったらもう負け確定なわけですよ、うん、だから絶対にこの艦隊に勝たないといけないんだよね、うんうん、まずは旅順港内の旅順艦隊っていうのがもう旅順のその港の中にいるからね、うん、ほらロシアが抑えてたじゃん、うん、旅順を、はいはい、だから旅順艦隊いるんだけど、うん、ここに日本側の戦力を集中してね、ロシアの主力艦隊をまず撃滅していきますと、うん、もし相手が出てこなければ旅順港を完全に封鎖して出てこられないようにしてしまおうと、うん、少しでも出てくる可能性があったらそれが常に脅威になるので、うん、そういう状態を作らないといけないと、うん、でさらにですね、実はこのロシア太平洋艦隊以外にも、うん、ロシアはさらに当然ですけどヨーロッパ方面にも艦隊を持ってるわけです、うん、これをバルチック艦隊、うん、そして黒海艦隊って呼びます、うんうんうん、もしバルチック艦隊が、まあ、黒海艦隊ってのはなかなかこう出てこれないんですけど、うんうん、もしバルチック艦隊がバルト海からこのロシア太平洋艦隊にね、うん、合流してしまったら、はい、もう日本の海軍が勝つ見込みがないわけよね、うん、ただでさえ兵力が少ないのに、うんうんうん、旅順艦隊でさえ兵力拮抗してんのに、うん、これが向こうが合流するなんてことがあってしまったら、うん、確実に制海権を抑えられてしまうわけです、はいはい、だからなるべく早く旅順艦隊を潰すっていうのが、まあ、海軍のミッションになっていきます、うん、はい、でまあずっとロシア脅威論の話とかをしてきましたけど、はい、このロシア脅威論を背景としてですね、三国干渉が行われて、うん、ロシア脅威論がさらに高まっていった後はですね、うん、まあ、要は日清戦争の直後からその日清戦争で清からもらった賠償金を元手に、うん、日露戦争が開戦に至るまでの10年間ですね、うん、めちゃくちゃ頑張って海軍を拡張してたんです日本ってのは、うんうん、でこれ本当に頑張ってて、うん、ロシアの海軍力に対して日本海軍の実力ははるかに及ばないと、うんうん、これは日露戦争から10年前の話ね、はい、新国海軍との戦闘において全ての艦が被弾しかつ将兵の疲労も激しかったと、うん、ロシア一国に対してすら到底太刀打ちできないっていう感覚を持ってるわけです、はいはい、この時、うん、で実際に三国干渉で、まあ、武力を見せつけられた時に屈せざるを得なかったわけじゃないですか、うんうん、なのでロシア海軍を仮想敵としてですね、
このあと66艦隊計画っていうのを始動させます日本は。この66艦隊計画っていうのはもともと一隻の鋼鉄戦艦もなかったんだけれども、うん、6つの戦艦と6つの巡洋艦っていうのを作ろうと、うん、これを世界最先端のものを作って、うん、この6つの戦艦6つの巡洋艦でなんとか海軍を組成しようという考え方で66艦隊計画です、うん、巡洋艦っていうのはまあ戦うというよりは、はい、戦うこともできるんですけれども、はいはいはい、スピードがもっと速いみたいな感じですね、うん、なるほど。でっかい大砲がついてるやつと中くらいの大砲がついてるやつがいて、うん、中くらいの大砲がついてて速いみたいなのが巡洋艦で、はい、でっかい大砲がついてて遅いのが戦艦です。なるほど、どっちも大事なんですね。攻撃力重視となんか素早さ重視みたいな分け方があって、それを6つずつ作ろうと、うん、で戦艦はですね、この当時すでにイギリスで建造中の富士と屋島っていうのに加えて、うん、さらにそれ以外プラス4隻で、イギリスの当時の一級戦艦よりさらに強力な1万5000トン級の大型戦艦にしようっていう風に決まる、うん、つまりイギリスが持ってるよりももっと最先端のやつをイギリスに作ってもらおうっていうことを考えるということですね、はいはいはい、戦艦に重火器にしていくんですよ。本気やん、うん、そうなんですよ。で巡洋艦もですね、全ての船体に装甲を施していこうと。装甲のない巡洋艦とかもあると思うんですけど、うん、この場合は装甲を施し、うん、これもまあその世界第一級の艦船を6隻用意しようと。素早さでいくとなんかヨーロッパに負けたりするんだけど、うん、攻撃力も結構ある巡洋艦みたいな、なんかバランス型巡洋艦みたいな6隻と、うん、めちゃくちゃ攻撃力ある戦艦6つ作って、それでなんとかしようっていう感じなんですよね、でこれはですね、当時の日本にとってはものすごくやっぱり大変なんですよ、うんうん、お金が、うん、国家予算の 20% 以上を投下したと。だからその日本の国民に対しても増税を強いるし、まあ大変な生活を強いることになるので、臥薪嘗胆っていうスローガンで軍備拡張を進めたそうです、うん、でもこれ英断だったね、これ頑張らなかったらとてもじゃないけど日露戦争には勝てなかった、うんうん、そうなんですか。ですね、この後すごく感じると思いますけど、そうです、はい、これを考えたのは山本権兵衛さんですね。さっきもちょっと一瞬出てきましたけど、うんうん、この薩摩出身のね、うん、海軍大将なんだけど、この人がこれを考えたんですね、うん、まあ、さっき言ったその屋島富士に加えて、うん、新しくイギリスで作ったそのめっちゃ強い大型艦っていうのが四季島、初瀬、うん、朝日、そして三笠ね、うん、三笠今でも見れるからね、みんな。横須賀に置いてあるよ、この三笠。まあその機関っていうフラッグシップなんだけど、はいはいはい、この時作られたんですね、うん、でこれはね、大きすぎてスエズ運河ってとこ通れないんですよ、うん、なんでアフリカ南端をこうやって移動して通っていくっていうね、うん、やつですね。そうだね、イギリスで作ってもらって、それを日本にこう持ってきて納品しないといけないんですよね、うん、そうですね、うん、でこれら4艦っていうのは主砲塔っていうね、まあ、その砲弾が主砲がついてる塔みたいなのが艦の中心線上前後に各一方塔配置されていると、うん、だから2つあるってことでしょうね、はいはいはい、一度に4門が射撃可能で角度が極めて広い、まあ、いろんな角度で、うん、広い角度で攻撃ができる、うん、副砲の搭載数が14門、当時英国の一級戦艦より2門も多かったと、うん、でこれを建造してイギリス本国では議会でですね、海軍当局の人が、いやなんで我が国の戦艦の攻撃力より強いやつを作って渡そうとしてんのって話になったんだけど、まあその日英同盟とかもあるし、まあいいかってなっていくわけだね、ここで。うん、すごい、日英同盟聞いてるね。聞いてるんでしょうね。聞いてますね。あとはその1902年に完成したんですけども、この戦艦ミカサっつのがね、価格がね120万ポンドで当時1200万円分だったんだって。でこれって国家予算が3億円だったらしいから、戦艦1隻で 4% 予算の、本気やん。もっと頑張ってます。ちなみに火薬を改良してます日本人は。砲弾の発射火薬っていうのがあるんですね。これはその砲弾を飛ばすための火薬っていうのは英国の火薬を使っていたと、だけどその着弾した時に爆発する火薬っていうのに改良を加えています。これを下瀬火薬っていうんですけど、当時ヨーロッパで火薬に使用されつつあったピクリン酸っていう、まあなんか成分があるみたいですね。これってなんかね、酸化力がめちゃくちゃ強力で、
弾丸の材料である鉄に触れただけで発火するんだって。へえ、危ねえ危ねえ。だから入れらんねえみたいになってたんだけど、下瀬正親さんっていう海軍の技師の人が漆を使った技術を開発して、このピクリン酸と鉄の分離に成功し、漢方弾として実用化するということに成功した。なんかこれはエモいね。エモいっすね。こういうの好き。日本の伝統技術がここに生かされる。漆って。でこれめちゃくちゃすごかったらしくて、当時の火薬の中ではね、TNT 火薬とかが発明されるまでこれ使ってたらしいんですけど、黒色火薬っていうその時一般的な火薬に比べてはるかに強力であって、もうなんか着弾したらその周りのもの全てを焼き尽くすようなすごい発火をすることができる砲弾で、火薬であったということだそうです。すごい。はい、信管っていうね、あのこの着弾した時に触れて爆発するさせるそのセンサーみたいなのがあるんだけど、このセンサーもですね、伊集院五郎海軍少佐っていう方が伊集院信管っていうのを開発してます。絶対かっこいい。まあこれは、その不発弾みたいなのが、まあ生じないように鋭敏に作動するようにしてんだけど、実際にはなんか結構不発もあったみたいなんですけどね、それもありましたと。はい、はい、あともう一つはですね、無線の実用化っていう国産化に成功しておりですね、この無線国産化に成功させて、この36式無線機っていうのをですね、海軍で実用化して、約80海里150キロぐらい離れた地点まで確実に伝達可能な無線を持ってたそうです。へー、これロシア持ってなかったんだよね。へー。めっちゃ頑張ってんだよね、この10年間で頑張ってんの。技術者たまらん。エンジニアかっこいいよねこういう時ね。エンジニアやばいマジで。あとはね、もう一つ頑張ってたことがあります。これも有名な話なんですけど、射撃統制って言ってですね、射撃命中率の向上に命をかけてるんですよ。ここにもうね、めちゃくちゃ練習したりだとか、この一斉に射撃するみたいなね、統一的に戦略的に射撃するためにこう距離を測るとか、なんかそういうのをすごくこう体系的に整理してたみたいなことをしたみたいですね。距離を測る速距儀っていうのがあるみたいなんですけど、まあ、これとかもすごくこう整備をちゃんとしてたっていうことだそうです。はい、これもちなみにめちゃくちゃ効いてきます。このね、今言った全部が全部必要だったんだよね、ちなみに勝つために。これ多分一つでも欠けたら起こらないことが起こるんで、海軍では。ここら辺は日本人としてはエモい。予告編で言いましたけど、日本人としてすごいなんかこううわーってなるところですね。なりますね、はい、現時点ですでにちょっと、はい、あらゆる知恵を絞って集結させてるって感じだよね。全部を絞って、しかも全部が役立つみたいな感じになっていきますね。なるほど、はい、でもう一つですね、日本海軍の主要戦略の中に定時戦法というのがあります、定時の定っていうのは一丁二丁、一丁二丁だね、豆腐の一丁二丁の丁で、T の字、アルファベットの T のに似てますよね。だから T 字戦法とも呼ばれるんですけれども、これはどういうことかというと、艦隊をですね、敵の進行方向に対してこう横につける、つまり敵が T の字の縦線、味方が横線みたいなイメージで考えてください、はいはい、T の横線ですね。そうすると敵の行く手を阻みながら、その横に構えてて、敵は一直線に並んでるという状態になってますよね、はい、この状態を作るっていうことに、これも命かけるみたいな感じなんですけど、訓練をするんですね。これなんでこの状態を作るかっていうと、ほら砲台って横についてるじゃん、いっぱい、はいはい、船って、はい、でこの一斉に砲台をですね、敵艦の先頭の機関に対して集中させることができますよね。なるほど。 T 字に並ぶと。なるほど。これによって砲弾で無力化するという戦略を取ろうとしてるわけです。なるほど。敵は縦に並んでるから、そうです。他の例えば2層目以降があんまり意味をなさないうちに1層目を集中して攻撃するみたいなことができる。そういうことです。なるほど、はいはい、まあ、こっちが攻撃を受けるっていう、向こうの大砲が届く範囲も狭いけど、こっちが大砲が届く範囲が一つに集中できるっていうことですよね、なるほど、あらゆる大砲を撃つことができるということになります、うん、はい、でこれはものすごい操縦技術を必要とするわけです。船って舵バーって切っていきなりボーンって車みたいに動くわけじゃないから、めっちゃ操縦むずいんだけど、もう圧倒的操縦技術で相手のこのなんか先頭のところに横にガッてつけて、しかもその瞬間にさ、またみんな砲台がボーって向かないといけないじゃん。それがさっきのほらね、射撃統制ですよね。それをやるみたいなことをすごく訓練してんの。日本軍がね、日本海軍が。
はいはい、っていうのをやってるわけですね、はい、っていう基本戦略を海軍としては持ってます。いいっすね、なんか牙磨いてる感じがするっすね、ずっと。いや牙磨いてますよねなるほど、全部ちゃんと機能するのがすごいなって思う、ということでですね、まあ、このような、まあ、戦略を立てた両軍がついに次回衝突します。か戦争が実際に始まるんで、この戦略をもとに戦争がどのように推移していくかっていうことを皆さんにも感じてほしい、そして各その将校たちがつどつど判断するんだけど、なぜその判断になってどう判断していくのかっていうのがこの戦略に基づいてるところがとてもたくさんあるので、なるほど、なので紹介したんですけど、これは胸熱っすわ、はい、やっと10話目で日露戦争が始まりました、いやでもこれはちょっと高ぶってきた、高ぶってくるよね、これはちょっと聞きたいな、いや列強と戦うのって大変だな西洋列強と、ね、当たり前ですけどね、これはだから本当勝てるはずのないロシアっていう大国にどうやって勝つかっていうのはやっぱ本当にみんなで死のうと考えてね、うん、戦うっていうのをやったっていうのがこういうところ一つ一つに出てる、ねね、こう朝鮮と秦がなんかこう西洋の武器をちょろちょろ買ってやってるレベルじゃないもんね、うん、そうなんだよね、だからやっぱそこはだから朝鮮とか秦はこの体制に持っていけなかったんだよ ねやっぱ、それはすごく大きい違いだよねやっぱりね、なるほどね、うん、いやまあでもまだ全然ね僕はイメージついてないので、そうっすよね、はい、まあ、これは戦略ですから、はい、どういう実際どうこれが推移していくのかっていうところを、まあちょっと次回から一緒に見ていきましょうですね、はい、いやこれが実際どうなるのかめちゃくちゃ楽しみですね、はい、はい、じゃあありがとうございました、はい、